人体に水は欠かせない。このように、絶景のプールで泳いでいて、この水がもしもいい水だったら、ちょっと演出されてますね。最高のロケーションな、大磯ロングビーチに新しくできたスパ島なんですけどもね、ここはもう、サウナが素晴らしい、プールはご覧の通り素晴らしいんですが、やはり塩素の匂いは避けられない、効率的に避けられないということで、今日は水のお話。ルポルタージュ戦中、レポーターの小川でございます。今回からルポルタージュ水素水というのをルポルタージュ自然チームの中に統合して吸収しました。数年前にですね、ルポルタージュ水素水では、水についての動画をいくつか、アップロードしました。バナー H、富士山のおとりにある、バナー H の本社に、取材に行ったりですとか、創生水の本社に行って取材に行ったりですとか、水が燃えるとか燃えないとか、そんな動画を少しだけ上げたんですけれども、水シリーズをルポルタージュ自然治癒でやることにした理由は、水は人体に欠かせないだけではなくて、自然治癒に水は欠かせないということですね。良い水とは何かといったら、それのためのシリーズなんですけれども、良い水に関心がないのであれば、あなたは人体にも関心がなく、自然環境にも関心がないということです。言い過ぎでしょうか。それほど良い水は大切、良い水とは何かをシリーズにしていきます。水に詳しい方に登場していただくということで、久々の登場、山田博成博士に登場いただきました。山田博成博士は立命館大学の名誉教授で、原子核物理が専門、物理学者なんですけれども、イオンに詳しいんですね。水と電子、イオンは密接に関係しているということを少しでもこの動画に伝えていただけたらなと思います。で、今日の動画は3つの要点があります。まず第1点目が H3O2 というのをご存知でしょうか。水といえば H2O。 これは常識ですけれども、H3O2 ご存知ないと思います。これを、お伝えしたい。で、2点目が水素水というのは一時期ブームになって叩かれましたけれども、抜ける水素、PPM 測定っていうので、猫も杓子も PPM とか言ってましたけれども、測定方法おかしいんじゃねえのということで、山田先生がですね、モル測定推奨ということで、測定方法を、特許申請しまして、それに私も深く関与してます。で、この測定方法を広めたいっていうのが2点目なんですけどね。で、3点目なんですけれども、測定方法が明らかになった。そして山田先生はマルチタレントですからね、物を作っちゃった。活性水という名前をつけて、アクティブウォーターについて今日は語りますよ。活性水、活性水素水を、さらにチームで活性水と市は、名付けてますけれども、アクティブウォーターについて、その装置ができまして、水を試飲しに行った模様を取材しました。確かに美味しい水です。私は美味しい水というのは比較対象があるから言ってるんですね。かれこれ、10年ぐらいかな、水の飲み比べも相当やってきてます。この10年間ですね、常に自宅には20種類以上の水を置いて、いろいろ飲み比べたりいろいろしてます。今も、良い水とされているものはいろいろと、試してみてます。そこでそのアクティブウォーターで、今日の動画で見られてですね、ぜひ飲んでみたい、この装置を自宅に置いてみたい、自宅に置いて、これで野菜を栽培してみたい、家庭菜園で、今のシーズンだったらスイカを作ったらどれぐらい甘いんだろうなとか、美味しいんだろうな、飲みてーとか、これでお米炊いたらいいだろうな、お風呂入ったらいいだろうな、自宅が温泉になったらいいな、洗濯機に入れたらどうなんだろうとか、汚れが落ちるかな、殺菌力はどうなのみたいなことをですね、関心を持っていただく方が増えていただければ私も嬉しいです。はい、でさらにですね、この素晴らしい水がですね、例えば、冒頭に出てきたプールで使いたい、ホテル全棟で使いたいという方が現れていると、なおさら嬉しいと思ってます。ということでですね、今日は、第1回目にふさわしくアクティブウォーターについて、3点目、この3つをですね、盛り込んだ動画になっておりますので、ぜひ最後のご覧ください。水素水比較でググってみますと、で、そのトップに来るのが水素水ぶった切りランキングと。この水素水を語ってる人たちを全員ぶった切ろうと。ぶった切っちゃいますよ。
はい、ぶった切りランキングから見てみましょう。高濃度水素、溶存水素率を計測するのは全て PPM になってると。これとかね、日本一の水素水マニアの私が購入したってね、もらってるに決まってんだろうみたいな。商品詳細はこちらと。全部これは、ほら、水素 1.6ppm。つまりアフリエーターの話はともかくとして、全部 ppm で言ってるわけです。ペットボトルでも抜けるので、アルミにして、そのアルミの衣装を凝らして、抜けないように努力してるのがメーカーのやってきたことです。これだけの水がですね、自由無尽にですね、いろんなこと書いてあるんですけれども、測定方法っていうのはしっかりしてないところに目をつけたんですね。今日の動画を最後までご覧になってください。オタクシフト言うと、専門っぽいじゃないですか。これは完全な、もう断言しましょう。私の見解では、やらせサイト。どっかのメーカーがスポンサー、もうすでについてますよね。これアフィリエイトと言って、今すぐ申し込む。これが全部トラッキングされてるわけですよ。このオタク主婦の記事を読んで、欲しくなったら、こちらのサーバーを買った時に、オタク主婦のこのサイトにお金が入る。これは何もここだけを私は指摘してるんではなくて、山ほどこういうアフィリエイトサイトあるんです。で、おちょこちょいの方は普通にこれを見て、おお、一般の人が書いてる記事だから、信頼できるし、この会社だそうだなっていうことで、ポチるわけですね。ポチる。つまり買うということですね。それを、まんまとやってると。この中でね、私がちょっと面白いなと思ったこれですよ。第4回講座、活性酸素と水素水っていうところをね、見てみました。まあこれ、すっきりとしたホームページで、これも私はね、一応インターネットの閲覧プロですけどね。プロと言ってもお金もらってるわけじゃないけど、瞬間的にこれ、アフィリエイターだなと思って、どっかに、ほら、水先生おすすめ水素サーバー、水素水サーバー。先生おすすめというと、ここでおすすめ水素水サーバーということで、アキュラブルーとか。第1位、第2位、第3位、全部これ誘致してお金をもらっているはずです。いずれも断定しませんよ。と思います。まあこれはね、ここのサイトだけではないと思います。こういうもっともらしいサイトに見えて、実はそういう仕組み、仕掛けがあるということです。すべて、どうぞいらっしゃいと。きちんと化学反応を示す。要するに、活性酸素に到達する水素でなければ意味がないわけですね。還元作用はないわけです。酸化還元作用は。その方程式を山田先生は発明をして、それに私も関わっているということです。これだけははっきりしましょう。何か売るために私もこの動画を作っているわけではないことは、重々ご理解いただきたいというところですね。なぜアクティブウォーターか。これは山田博士がですね、水の装置の開発が終わり、滋賀県の研究所まで水を飲みに装置を見に来ないかというお誘いのメールの中に添付されていたものです。細胞は水で満たされ、水は血液として体中を循環します。しかしなぜ水なのかというと、それほど簡単なことではないが、あえてまとめるならば以下のようになりますと。その1、イオンやタンパク質を移動するのに水が最適だということ。水はイオンやタンパク質を容易に溶かして運びますと。水はイオン化しやすく、タンパク質や金属などと電子を交換して結合します。イオンやタンパク質は人体器官のメッセンジャーであり、体を統合するのに必要です。その2、液体の中で最も流動性の高いのが水です。まあ水は容易に形を変えれるものですよね。固体になる。氷で固体。蒸気になって液体。通常は流体ですね。人体の運動機能を支えるのに最適。人体が水でできているから運動が可能ということですね。その3、水は人体から蒸発します。活動で生み出される老廃物を排泄するには水と共に排泄しますから、水は常時補給しなければなりません。したがって良い水を供給することが非常に重要です。人体において重要だ。では良い水とはどのような水でしょうか。その答えはこれシンプルで私いいですね。これも常に言いましょう。私も良い水とは何でしょうか。答えはイオン化しやすい水です。これ素晴らしい。いただきます。これから水ならばどんな水でも同じでしょうか。まあ違いますな。それはいろいろ
あります。純水という水、これは RO 水とか、ね、昔の発明ですが、海水を真水に変えるという真水ですね。これは私の家にも装置がありましたが、ミネラルを全くきませんから全然美味しくないですし、体のミネラルを、取ってしまうというね、悪循環が起きるということですね。ですからその真水に、ミネラルをどのように加えるかみたいなこともね、私も昔実家でやったことがあります。でそのために半導体ウェハーの洗浄液として使われますね。まあ胃を壊すことはさっき言った通りですね。で最近水素水というものが流行りましたが、水素が溶け込んでいると言われます。水素が活性酸素と結びついて H2 を戻すから良いのだという宣伝がなされています。 H2 は確かに空気中で燃やすと H2O を作りますから、なるほどと思うかもしれません。ところがガス状の H2 が体内に入ってもこれはイオンの状態ではありませんから、飲んでも吸収されません。とすると活性酸素がある場所には到達できないということですね。要するにそのガス充填式なわけですよ。今までメーカーさんが作ってきた水素水になるものはね、それが、抜けないような、工夫を凝らしてるけれども、そんなもんじゃ全然活性酸素に届かないと。しかも市販の水素水を弊社で調べましたところ、水素はほとんど入っていませんでした。このほとんど市販の水素水を、持ち込んだのは私でございます。でこの表一はお見せできません。でいらぬトラブルは不要ですので、いろんな会社さんの具体名、商品名が書いてありますので、この表一は、割愛しました。封を切ると H2 ガスはその場で空気中に逃げてしまうということですね。イオン水というものが売られてます。まあ、電解水とかイオン水でね、イオン水は水を電気分解して H プラスイオンと OH マイナスイオンに分解します。電解層のマイナス電極に H プラスが集まり、これは自然の摂理ですね。プラス電極に OH マイナスが集まりますから、それぞれ組み上げて使いますと。水の中で H プラスが過多になると水は強い酸性を示します。まあ、酸性ですが酸っぱい水ができるので、あまり濃度の高い H プラス水は飲まない方が良いとメーカーが勧告している。 OH マイナスが硬になると強いアルカリ性を示すので苦くなる。この水には洗浄作用がありますので、還元作用と、洗浄作用、還元作用というんですね。酸化還元というんです。この水も濃い水は飲むことをお勧めできません。さて第4の水が登場しました。水の状態には液体、氷、水蒸気がありますが、第4の状態、外国では盛んに研究されています。 The fourth phase of the water、Beyond Solid, Liquid and Vapor、ジェラルド・ポラックっていう、ね、科学者なんでしょうね、書いた本を、推奨していました。私はこの本を読んで衝撃を受けました。山田先生が衝撃を受けた本ですね。 H3O2 という水が存在しているというエビデンスが多数報告されていますと。その後調べると、日本の理化学研究所でも世界最大の放射光スプリング8、このスプリング8でちょっと注釈をしたいんですけれども、世界最大の放射光装置の真反対は世界最小の放射光装置なんですが、それを山田博士は、この後お見せする、研究所で、開発をして製造しているということですね。ですので見えない物質を見る専門家なんですね。普通ちょっと注釈を終わりますが、そこで分析をされたところ、普通の水にもある程度はH3O2 で含まれているということです。そして偶然にも私は H3O2 水に巡り合うことができました。ある人がこの水を持って私の研究所に訪れ、水を分析欲しいと依頼されましたのある人は私でございます。まず飲んでみたのですが、全くなしろで酸っぱくも苦くもありませんでした。その持ち込んだ水というのは市販の水になります。これも注釈ですけどね、市販の水として販売予定をしてまして、いろんな営業活動をしています。今では何も申し上げることはできません、企業秘密でございます。大変おいしい水でいくらでも飲める水でした。水は、一度にたくさん飲めないものですが、この水は吸収が非常に早いことが分かった。すぐにトイレに行きたくなると。これ本当そうなんですね。これは、良い水の条件と言ってもいいでしょう。抵抗なく飲める。淡水という表現がいいのか、軟水という表現がいいのか、まあ、淡水っていう方がしっくりきますが、飲んでいて喉の抵抗全然なくて、自然と老廃物が、液体として、下半身から出てくると、排出されるということですね。または、発汗で出てくる場合もあるでしょう。
次にこの水の分析法を研究しました。水素ガスの溶存量を測定する方法や特許は多数出てきました。しかしこの水は水素ガスを溶存していませんから、一から分析する方法を見つけました。これが冒頭に申し上げた2点目っていうことですね。そして見つけましたと。要するに溶存水素量測定法というもので特許を申請したんですけれども、この内容についてこれ述べてます。普通の水の電気分解を行うには 10V 以上の静電気をかけないと起こりませんが、ところがこの水は高々 1V、 強調ですね、これ 1V で電気分解が起きたんです。ビーカーの中で電気分解を始めるとしばらくして電気分解が止まりました。なぜ止まったかといえば H3O2 が消費されたからです。電気分解に要した積算電流値から H3O2 の溶存量が分かりました。 pH も分かりました。約8でしたと。中性と言っていいですね。ほとんど中性ということは、結論、水の中に H2 も共存しているということに他なりませんということです。なぜ H2 と H プラスと H マイナスが共存できるのでしょうか。アクティブウォーターは H3O を核としたネットワーク構成を持ちつながっていると。その端にここですね、重要、ここが切れてますよね。 OH マイナス H プラス、結合しにくいんですが、これが第4の水の正体。結合しにくいから活性化すると。もうくっついたら固まりますけどもね、活性化するんです。これ見ての通り、これが俗に言う水のクラスター状態を可視化するということです。素晴らしい図式ですね、これね。はい、はい、この状態は長く依存へ続くと。これが活性水素水、略して活性水の、科学者の見た図式、図解ということですね。水の正体が分かり、水の分析を手に入れた。水を大量に作る方法を研究し始めたということですね。実はね、昔から活性水を作られていました。自然界にも存在していました。奇跡の水と言われるルルドの水がそれです。ルルドの水は H3O2 濃度が高かったのです。この水を黒曜石や電気石に通して作っている人もいますと。水に交流電波をかけても作ることができる。つまり、岩石でもできるし、交流電波、電解でも作ることができるということです。しかし分析を知らなかった人々はどうしたら濃度を最大にできるか分からなかった。分析法が分かるから初めて、高濃度のね H3O2、 高濃度水素と言ってもいいでしょう、 H3O2 ができたということをこのレポートで終わってる。で、表1は、冒頭申し上げた通り割愛します。これ見せられません、具体名が書きすぎてある。立命館大学名誉教授山田秀則さんの、博士のレポートでございました。次にですね、その分析方法について PPM 速度速って意味があるのかないのかっていうことを生で山田博士の声をこの後聞いてみてください。モル測定が標準にしたいと私もそう思っておりますので、続けてご覧になってみてください。ですから PPM というのは水素分子の質量を表す単位ですが、モルというのはどのように化学反応が起きるかを示す量であって、今重要なのは水素が体に入ってどのように活性化するかを示す指標としてはモルで示すのが正しいわけです。正しいという背景には、山田先生は長年電子を見つめてきたと。放射光装置、世界最小の放射光装置ということで、見えない世界を可視化する装置を開発してきたと。発明も多数あるんですけれども、そしてこれは最新号のムーですね。なんと山田先生がムーに出るとは。ムーは私は大絶賛する雑誌ですし、ムーチューブというのをね、よく見ております。山田先生とはかなり距離があるかなと思ったら、こういう接点があるというのはね、まあいずれにしろ根拠がしっかりしている学者さんです。そしてこれが滋賀県にあります山田先生の研究所というのは会社になってから20周年なんですけれども、
20周年を記念して大事業として、土地が2000平米、建屋が400平米という個人会社にしては大きな研究所で、この立地が素晴らしいんですね。本当にいや、いいっすね、これ視界があっちこっち開けてね。いいでしょ、ええ、よく開放的で、こんな大きなのを作ったなって感じもするんだけどさ。中も見てみましょう。こちらに入りますと、するらしいけどね。ああ、ここの中がさ、なるほど、はい、ここの中が遮蔽室。あ、なるほどなるほど。こんだけごついコンクリートの回廊があるんだよ。なるほど。このコンクリートの中で、放射線を扱う、まあもちろん先生が一級の資格を持ってますけれども、この中で見えない世界を見ている。わお。例のエクセンとか。ここでエクセン CT をやる。はいはいはい。そうするとものすごく大きなエンジンはもちろん。なるほど。ロケットが見られるんじゃないかな。すごいですね。あ、ここも遮蔽されてる。うん、大丈夫か。こちらが2階ですね。この先生の頭の中は一体どうなってんだろうなと私も撮影しながら思っていました。この写真の一番右側にいる方が、九州大学の白畑名誉教授ですね。活性水素水について古くから論文、研究論文を、書かれて、そして活性水素水といえばということでいろんなブログで取り上げられています。例えばこちらにありますなるほど元気クラブでありますね、まあ還元水素水研究のパイオニアというふうに書いてありますね。で、動画なんかもここではちょっと再生しませんが、やってます。実はですね、私がお会いした時は、脳梗塞を患っていまして、あまりお話しすることはできなかったんですが、食事してる時目の前にね、凛と佇まいをされた方がとても印象的でした。ただこの電解の方法でね、ずっと研究なさって、農作物にどのような影響を与えるかについてやってますので、あくまでこれは電解です。ここに活性水素と書いてありますね。水を電気分解するとというふうに、明記されています。ですので、白畑九州大学教授を検索されていろいろ出てくると思いますので、後半しがある方いろいろと読まれてみてください。そして白畑教授に限らず、先ほど山田博士のレポートにあったように世界中でですね、いろんな研究をされているということを紹介されました。このブログはとてもいいブログです。引用させていただきました。活性水素を、作るためには電解という方法がありますね。あとは、例えばルルドの水なんかもそうですけれども、石、岩石というかですね、まあ微弱な放射線を発する水といいましょうか、そういうものの付近にある水だったりするんですね。その他の方法を山田博士は電解でもね、石でもない方法で装置を作ったということをこれからお話します。これは一昨年2017年5月ですけどね、荷物が運ばれてきました。社員の方のいろんな、ものあって、これがですね、放射光装置卓上なんですね。こんな小さいもの世界にあります。これがオフィスのところですね。これが鎮座看板が設置されました。一番上が光子発生技術研究所ミラクルセンター、分析専門の会社がミラクルセンター、そして活性水素水研究センター。お披露目パーティーですね。私もここで撮影班として、参加させていただきました。光子圏の生い立ちというか、このラブにですね、滋賀県のラブに私が出張する楽しみの一つがそば。そばといえば水なんですね。こうつゆが美味しくて、山田先生のご紹介をお気に入りで、一緒に食べたところです。で、これがですね、直近の最近の水素活性水素研究センターの敷地、まあ光子圏と、まあ、全部一緒のこの研究所ですねの周りで、家庭菜園どころではない自給自足を目指してるなとおっしゃってましたけどね。こういうきゅうりやナスや、直近ではスイカ、はい、活性水を使っていると。で、私がここでこれから
先生の装置で試飲します。今山田先生のラボで、初めてこのこれからご案内する水をね飲むところです。冷えてる。うん、うん、現物がそこですか。これだ、これ。この 0.02 って何ですか。それはね、これ電気的に作ってますので、この電流の流れ具合によってね、水の状態が分かるんです。なるほど。まあ、これ例えば今ここでこのまま水汲んでしょ。これ今あんまり使ってないからね。今いっぱいだとね、これは電流値なんです。今働いてるいっぱいだから、はい、動かなかったけど、水なくなってちょっと減ったから、はいはい、それで今水作ってるんですよ。あ、なるほど。で、水作った時にこう電流流れるでしょ、はいはいはい、でどのぐらい流れてるかによって水のクオリティが分かる。流れ具合でクオリティ分かるんです、水の。面白い。っていうかすっげーシンプルですね。うん、繋げて出すだけですよね。そうなんですね。ここ水道水にこうやって、まあ、ここでは、はい、ここに直接つないでもいいしね。これいらないんだけどね、直接つないで、今ここでは割と流量制限してるもんだから、こんな細い水。あ、本当ですね。うん、ここはちょっと細いのを使ってますけど、はいはい、今これは毎分4リットル作れるモードですからね。でもちろんこれ水もっと大量にここ入れてね、でも今これ4リットルに制限しないと水のクオリティが落ちるから。なるほど。まあ電源も100ボルトで十分です。はい、極めて低電力で動きそうですね。低電力でいきます。普通のもう家電よりもはるかに低い。うまいっすね。うまいだろ。うん、これ病みつきになるんだよ。うん、もう一回つまっていいですか。どうぞ。直のやつも終わって。直のやつね、どうぞ。特に予定、まずは説明をね、今してるところで。うん、冷えてない子より分かる。まろやかさが。うん、これね、この辺の火を見てごらんなさい。ああ、これ与えてるんですか、これは。これはうちの水をここでやってますからね。はいはい。この大きな葉っぱ。かけら。この巨大な葉っぱになっちゃった。あ、でかかったんですね。機械のですね、ランプが3つあるじゃないですか。はい、あれは左が赤で真ん中が黄色で右がブルーなんですけど、はい、で水の量、真ん中が今電源オンの状態で、ええ、右が通電中ですね。あ、作り中ってことですか。はい、赤はあの4交換樹脂の交換時期が作れない。4交換樹脂の交換時期と、これ取説楽っすね。本当にさっき言ったけど素晴らしいですね。まあ、これもどうぞ。あ、今いただきます。いた、美味しかった。とっても美味しかった。まだ初めて食べる。とっても美味しい。結構甘い。甘いですよ。うまいね。いや、美味しいですよ。間違いなく。すごいですね、簡略化して作るって。シンプルに作ってこれを。シンプルだけどだいぶ違いますよ。まあ実験しながら作ったんですもんね。いろいろと含有あのモルノを測りながらちゃんと最適化してるんですよ。最適化を、うん、なるほど。最適化は我々しかできない。うん、でこの水は、はい、あのやっぱりイオン交換樹脂で、まず軟水にしなきゃダメで、はい、天然水はやっぱりダメなんですね。なるほど。天然水でも水道水でも、まず軟水にしてからやらないとできないです。はい、なるほど。で、まあ、ここにある装置は軟水器というのは
イオン交換樹脂というのを使いますけど、はい、イオン交換樹脂を自分で再生するんです。で再生するのはすごく簡単で、あの塩水流すだから。なるほど、うん、そうすると元に戻るんだな、はい、イオン交換樹脂が、はい、それで新しくいろんなそのミネラルとか金属を吸い込むことができるようになる。まあ、多分さらに小さくできると思うんだけど、まあ、これは家庭用として、はいはいはい、これから今こちらの方に、ええ、ちょっとこういうものが置いてあります。おこれはまだあの柄だけですから、はいはい、これでそのこれがだから業務用というか、ああこれですとまあ向こうの装置は4リットルパー分ですけど、こちらですと、まあ、10リットルでも20リットルでも30リットルでもできるという、うん、そういう装置になります、ね、なるほど。でしかもこれは一応自動再生をさせようと思う、イオン交換樹脂の自動再生をつけて、ああ、うん、いつでも使いましょう。なるほど、イオン交換樹脂よくわかりました、まあ、この装置はですから水道水に直接つないで家中の水が活性水になるように、シャワーのでも全然問題ないですね、まあ、10リットル出れば十分に問題ないと思います。まあ、よく水素水だと PPM ってありますけど、うん、まあ、先生がモルのことをやってることは私も1回どころか何回か教わってるので、改めてこの水がと、うん、モルがどの程度なのかということをお話しま、うん、まあ、分子量、モルというのは分子量を示す表示なんですけどね、はいはい、その1モルとか2モルというふうに言いますけど、はい、その通常の水、ただの水の中にそのイオンが含まれて、多少含まれていますが、その水は、たかだか10のマイナス7乗モルなんです。で、それに対してこの水は10のマイナス4乗モルです。相当違いますね。うん、1万倍ぐらい違うんです。1万倍か、そうですね。うん、でそういう水はやっぱり世の中にないんですよね、うん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 、世の中になくって、しかもこの水はそのまあモルと言いますけど、何がモルかというとその H3O2 というイオンの塊がそれだけあるし、さらには H3O2- なんですね、はい、さらには H3O プラスの水がやはり同じ、ほとんど同じ量だけ入っていて、そのしたがって H3O2 というのは H2O に OH がついていて、この水酸基がついてるといろいろその還元作用があります、はい、でそれに対して H3O というプラスというのはH2O プラス H プラスなんですね。なるほど。でこれはその、何作用、まあ、水酸化作用と、そうじゃないな、酸化作用だね、酸化作用をする効果、全然別の反応をするんですが、それが共にここに含まれている。なるほど。それがその、はいはい、なぜそれがそのくっついてね、はい、離れないのか、余分な OH と余分な H があったら、うん、まあ、普通でしたら合体してただの水になるんですけど、それにならないというのはこの水が構造を持ってるからなんです。バラバラの H2O があるんじゃなくて構造があるわけね、まあ、こういうような構造がありまして、こういう構造が破れたところにね、ああ破れたんですね、うん、破れたところに、はい、その H プラスがあったり、これは OH かな、 H プラスがあったり OH マイナスがあるという形になって、この構造がしっかりしているものですから、これとこれはひっつかないと、なるほど、いうことになるわけなんです。
それでその、まあ、こういう水が、存在できて、まあ、半年ぐらいはちゃんと有効なんですね、まあ、これを、活性水と名付けてアクティブウォーターと名付けてるわけですね。山田先生は Facebook で非公開で、この近江クラブというのをやってるんですけど、無農薬で栽培したスイカ糖度13だったと。例の敷地で作ったスイカですけれどもね、糖度が12ではなくて13でしたと。見るからに美味しそうですね。無農薬、娘さんも無農薬農家をやってるんですけどね。これはですね、1リットル着払いでお送りできます。なので連絡先、私宛にですね、この1リットル着払いで欲しい方は後ほど連絡先をお伝えし、お見せしますので、そこにお問い合わせください。そしてその水を飲んだり肌につけたり、いろいろとやってみてください。マジックインクが消えるか消えないかとか、その感想を山田先生の非公開 Facebook のこの水のクラブ、近江クラブと言いますけど、そちらに書き込んでいただければということです。そしてこの販売システムなんですが、代理店ということではなくて、5万円謝礼、家庭用がね、業務用が10万円ということで、家庭用が約40万円少しします。なので、私もネズミ粉をやるつもりはさらさらございませんが、この後まずは1リットル、飲んでみて、そして気に入ってほしいという方は私にまず連絡ください。でその方が、その装置を気に入って、その後、誰かに勧めた場合、その方が5万円入るというルールを私は尊重したいと思ってますし、私はあのブローカーや、販売代理店とかそういうことは一切ございませんのでね、まあ、あの私のおすすめ水装置その1ということでね、今回ご紹介したまででございます。連絡先はこれからお伝えしますね。いかがでしたでしょうか。この装置が一体いくらするのか、メンテナンスコストがいくらするのかの前に、まずは1リットル、着払いでですね、飲む価値ありというふうに思いますので、欲しい方はこちらまで、私宛までにメールください。要件は、アクティブウォーターのサンプルが欲しいということで、必ずこの4項目ね、1点目、郵便番号、住所、氏名、電話番号が発送するのに必要です。で、私の方で取りまとめて山田先生の方に、サンプルを依頼するという流れを作ります。そして飲んでいただいて、この装置が欲しいという方はまた私宛に、ご相談してください。はい、でそして気に入って買われて、さらに口コミが広まった場合には、私はそこから先はネズミ粉じゃありませんけどね、あのご自由にさせてください。ということでですね、小川セレクト第、水第1弾だったんです。引き続きレポルタージュ先生と会員登録閲覧投稿無料の電解フォーラム、これは私はまた大変盛り上がってますし、おかげさまでですね、2ヶ月でですね、400人、1000名は軽くこれから見える世界になってきて、大きな流れを感じています。自然治癒電解フォーラム、これでいいぞ。ぜひフォーラムの方はこちらです。よろしくお願いします。